どうも、コスコです。先日ある番組の撮影で大阪にあるコストコ泉倉庫店へお邪魔してきました。今回はですね、その時に買ってきたお土産品を紹介したいと思います。といっても今回紹介するのは実はコストコの商品じゃないんですよ。私はですね、テレビの取材で全国各地のいろんなコストコに行く機会があるんですけど、せっかくならね、その土地で見つけたその土地でしか食べられないお土産品を、こうやって紹介していくのもいいかなと思って、今回一つ商品を選んできました。今回紹介する商品はこちらです。波吉庵の炙りみたらしです。この商品皆さんご存知の方もいらっしゃいますでしょうか。私はね、今回初めてこの商品のことを知りました。今回ね、その泉倉庫店っていうところに行くのに、まず私は福岡から新大阪まで新幹線で行って、その新大阪から、普通のなんていうかな、電車で行くんですけど、そこで難波という駅で乗り換えが必要なんですよね。でそこで駅構内をテケテケ歩いていると、この商品が目に入ったというか、なんか本当に道沿いになんか露店販売みたいな感じで販売されてたのをこちら見つけたんですよね。なのでこちらの商品とか、あとこのお店のこととかも全く知らない状態だったんですけど、そこに掲載されてたみたらし団子の写真がまあ美味しそうで、もう本当に私みたらし団子本当に大好きなので、それで思わず足を止めてしまって、ちょっとね、商品をまじまじと見てしまったというのがこちらの商品です。波吉庵というお店は実はね、創業150年の老舗和菓子店だったんですよ。本店は大阪の奥難波というところにありまして、大阪に3店舗構えているお店なのだそうです。確かね、この商品ね、1個入りはなかったと思うんだけど、3つ入りとか5つ入りとか、あと何個入り、なんか結構たくさん入ってるやつとかもあったんだよね。私が買ったのは5つ入りでした。それで価格は702円でしたね。ちょっと予想外のパッケージ。なんと袋に入ってた。多分これね、串みたいなのにお団子が刺さってるような感じになってるのね。でそれがすごい、全部みたらし庵かな、めちゃくちゃ大量に入ってるね。みたらし庵にどっぷりつけてある状態で入ってましたよ。これで5本入り。本当かな、もっといっぱいありそうに見えるけど、はい。ちょっと変わったパッケージですよね。何も書いてないな。一応お店の人はなんか電子レンジでね、少し温めて食べた方が美味しいよって言ってたんだよね。でも特になんかこう食べ方の説明とか書いてないんだね。でもこれどうやって食べるんやろ。これ袋から出したらすごいビチャーってなりそうなんやけど、それでいいんやろか。このままでもすごい十分柔らかい感じはするけど、確かにでも温めた方が美味しそうな気がしますね。炙りみたらしだもんね。ゴムでただ結んであるだけという、すごい簡単なパッケージ。ドローンとタレがすごい入ってるね。なんかもう浸透させてやれみたいな。わあ、でもなんかすごくいいよ。めちゃくちゃ美味しそうじゃない。何この照り、キラ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 、美味しそう。そしてね、ほら、炙りみたらしだからね、やっぱちゃんと事前に焼かれてるんだよね。確かね、これ店舗で買うと直接焼いてくれるような感じで言ってたような気がするな。これたまたまさ、お土産屋さんというか、その露店で販売されてたものだから、そこに置いてあるものを直接買っただけだったんだけど、店舗で買った方がね、ほんと焼きたてほやほやで食べられるみたいだった。でもいいね、これすごいね。なんかこうきりたんぽに似たような雰囲気もあるね。サイズはそうだな、10センチ弱ぐらいの。みたらし団子ってさ、ほら、だいたいちっちゃいお団子が3つか4つこう連なってる感じじゃない。でもね、これはね、もうそのお団子が全部ね一緒になって、もうすごいボリュームになっちゃいましたっていう感じですね。食べにくそうではあるが、非常に美味しそうではある。はい、じゃあまずはそのまま食べてみたいと思います。いただきますね。柔らかい。全然硬くないよ。柔らかくて美味しい。でね、みたらしもね、甘いけど、なんかね、甘さとね、やっぱこの焦がした感じのね、香ばしさみたいなのがちゃんと生きてますよ。
のお餅も美味しいね。ちゃんとね、お餅のなんだろうな、甘さというかな、なんか生地の甘さみたいなのがちゃんとあるのね。このみたらしのあんに全然負けてないの。美味しい。うん、歴史を感じる味は。あっという間に食べた。でもね、ボリュームはあのほら3連になってるお餅とかと同じような感じかな。そんなにボリューミーで食べにくいってこともなくて、めっちゃ美味しかった。はい、今度はですね、電子レンジで温めてきました。もうね、電子レンジで温めるとこのみたらしあんの香りがすっごい立ってきて、すごいいい香りです。めっちゃ美味しそうっていうか、絶対美味しいこれ。はい、ではいただきたいと思います。このタレがね、自分が好きな分だけたくさんかけられるっていうのがいいですよね。いただきますね。うん、うわ、うん、うまい。あのね、温めてない冷たい状態だと結構ね、もっちんもっちんして、なんていうかな、結構粘りのある食感だったんですよね。でも温めることでこうふわっとして、もっとお餅自体が柔らかくなって、あとこのみたらしのあんがめっちゃ絡むようになって、すごい、どっちも美味しいです。美味しい。うん、柔らかい、美味しい。どっちの方が美味しいかな。どっちも選べない。でも、まあ、温める環境にあれば温めた方が、炙った感じの香ばしさもちょっとこう立ってきてね、いいかもしれない。でもね、全然ね、温めなくても美味しいよ。そのまんまでも全然美味しく食べられる。うん、ふわっとしてるの。こういうお餅系ってさ、なんかほら、時間が経つとすごい硬くなって食べれなくなったりするじゃん。これはね、確かね、2日ぐらいはね、大丈夫って言ってたよね。常温で保管してくださいって言われた。冷蔵庫には入れないでくださいだって。だからね、そのまま全然食べてもいいと思うよ。ペロッと食べちゃった。あっという間に食べちゃった。そっか、5本、お土産とはなんだっていう感じがするね。全部自分で食べてしまうというね。うん。いや、美味しかったです。でもお店で買ったらもっと美味しいんだろうね。いいな、その焼きたての作りたての炙りみたらしも食べてみたいですね。普通に販売されてるのもこれだけ美味しいからね、すごいいいと思う。はい、というわけで今回は大阪で買ってきたお土産、波吉庵の炙りみたらしを紹介させていただきました。今後はこうやってコストコ以外の話題も時々織り交ぜていけたらいいなと思っております。もしもおすすめのお土産がありましたら、ぜひ教えてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。